おはようございます。ケンです。ヨーロッパでの FSD の認証。中国では先週進展がありましたが、欧州ではなかなか申請が通らない。実はこの問題には、テスラの将来を左右する重要なポイントが隠されています。欧州の EV 市場で、テスラは圧倒的なシェアを誇っています。 それなのに FSD の導入が遅れている理由とは、そしてこの遅れがテスラの成長にどんな影響を与えるのか、さらに日本での導入の可能性についても今日は触れていきます。FSD の欧州展開が日本にどんな意味を持つのか、一緒に考えてみましょう。今回の動画では FSD が欧州で承認されない理由、 他の自動運転システムとの違い、そしてテスラの未来について徹底的に見ていきたいと思います。最後までご視聴してもらえれば、FSD の現状と今後の展開が、今後の展開が分かると思います。まずはテスラの自動運転であるフルセルフドライビング。FSD は現在アメリカですでに提供されています。そして先週中国でも新たなバージョンが導入されました。 これによってテスラの FSD はアメリカと中国という世界の2大市場で正式に運用されることになっています。でもここで疑問に思いませんかアメリカと中国ではすでに使えるようになっているのになぜ欧州ではまだ承認されていないのかテスラはすでに欧州の EV 市場で 圧倒的なシェアを持っていて、2024年もトップを維持しました。もし FSD が欧州で使えるようになれば、さらに市場を独占できるはずです。実はテスラ自身も欧州展開の準備を進めています。昨年 FSD の欧州導入を計画していると発表しています。しかし今も導入されていません。その最大の理由が、規制当局の承認待ちです。 では、欧州の規制は FSD の何を問題視しているのでしょうかそしてそれがテスラにとってどんな意味を持つのかここから詳しく見ていきます。はい。では、テスラの FSD が欧州で導入されていない最大の理由は、規制当局の承認待ちです。これは実は中国でも同じ問題ではありました。しかし、中国では最終的に承認が降りて、先週新しいバージョンがリリースされました。 では、なぜ欧州ではまだ承認されていないのか、その背景には独自の厳しいルールがあります。まず、欧州は自動運転の規制が厳しく、各国ごとに安全基準が異なります。アメリカでは州ごとに自動運転の法律が違いますが、テスラは比較的柔軟に対応してきました。中国では国の規制をクリアすれば、 一気に展開できる仕組みとなっているようです。しかし、欧州は EU 全体の規制に加えて、各国の規制もクリアしなければならないため、承認プロセスが複雑になっています。次に、欧州の交通政策は慎重なアプローチを取っています。例えば、ドイツでは、運転の責任は常に人間にあるべきという考えが熱よく、自動運転システムに対する規制が厳しくなっています。 さらに FSD は従来のレベル2の運転支援システムと異なり、より高度な自動運転技術を含んでいるため、認可を得るにはさらに厳しい審査が必要になります。このことからも欧州ではまだ時間がかかりそうです。ただ、中国での承認を突破した今、欧州も同じ道をたどる可能性は十分にあります。では、他のメーカーはどうなのでしょうか すでに欧州で承認を得ている自動運転システムもあります。それと比べてテスラの FSD はどこが違うのか、次のセクションで解説をしていきたいと思います。 はい。では、テスラの FSD っていうのは、世界でも最も高度な自動運転システムの一つと言われています。しかし、欧州での承認が遅れている一方で、すでに認可を受けた他のメーカーも存在します。では、他社のシステムと比べて FSD は何が違うのでしょうか。まず、欧州ではすでにレベル2よびレベル3の自動運転システムが認可されています。 レベル2の自動運転システムとしては、フォードのマスタングマッハ E がイギリスでハンズフリー運転を可能にするブルークルーズという認可を取得しています。これ以外にもメルセデスベンツや BMW など他のメーカーがレベル2の運転支援システムを搭載した車両を販売しています。 そして、レベル3に関しては、メルセデスベンツの S クラス及び EQS がドイツで正式に承認を受けているようです。これらの車両は、ドライブパイロットというシステムを搭載していて、高速道路において特定の条件下でハンズフリー運転が可能です。2024年9月には、最高速度95キロまで自動運転が許可されているとのことです。 つまり欧州ではすでにレベル3の自動運転が一部の車両で認可されているという状況になっています。ではテスラの FSD はどうなのでしょうかテスラの FSD は現在アメリカでは都市部の一般道でも機能するようになっていて、信号や標識を認識しながら左折や右折を自動で行います。 こうした高度な自動運転機能は既存のレベル2システムよりさらに進んでいて、欧州の規制基準ではレベル3以上の水準に近いと考えられています。さらに FST はソフトウェアのアップデートによって進化し続けるというテスラ独自のアプローチをとっています。このアプローチが実は欧州の規制っていうのが 固定された基準で車両を認可する方式というのを沿っていて、それと相性が非常に悪いっていうのが現状なんです。つまり FST が欧州で承認されない理由の一つは、その技術の進化スピードが規制の枠を超えてしまっているということにもなります。では、もし FST が欧州で承認された場合、テスラにとってどんな影響があるのか、そして投資家にとってこのニュースはどう受け止められるのか、 次のセクションで詳しく見ていきたいと思います。もしテスラの FST が欧州で正式に承認されたらどんな影響があるのでしょうかこれはテスラのビジネスモデルにも投資家にも大きなインパクトを与える可能性があります。まずテスラの市場シェアがさらに拡大する可能性があります。 現在テスラは欧州の EV 市場で圧倒的な存在感を持っています。2024年のデータでは、テスラは EV 市場の15.8%のシェアを獲得したというデータもあり、フォルクスワーゲンや BMW、ボルボを上回っています。この状況で、もし FST が正式に承認されれば、テスラは EV メーカーから自動運転のリーダーへと進化することになります。 他社の自動運転システムと比べても、テスラの FSD はアップデートを重ねながら機能をどんどん進化させていきます。そのため FSD が欧州で利用可能になれば、自動運転付きの EV を買うならテスラという流れが強まる可能性が高いんです。 次にテスラの収益モデルが大きく変わる可能性があります。FST はソフトウェアとして販売されているため、テスラにとってはハードウェアを売るだけではなく、継続的な収益を生むビジネスモデルとなります。 実際に FSD が欧州でも解禁されれば、テスラの利益率がさらに向上する可能性が高いんです。特にテスラの FSD が欧州で使えるようになれば、既存のテスラオーナーがソフトウェアのアップグレードを購入する流れが生まれる可能性もあり、新車を売らなくてもソフトウェア販売だけで大きな利益を生み出せるということになります。また、FSD が解禁されたなら、将来的に欧州でのロボタクシーも十分可能性としては出てきます。 来るのでは、投資家にとってこのニュースはどう受け止められるのでしょうか。現在、テスラの株価は FSD の成長性と大きく連動しているという側面もあります。FSD が成功すれば、テスラは単なる EV メーカーではなく、自動運転技術を提供する企業として評価される可能性が高まります。欧州での FSD の承認が進めば、テスラの成長ストーリーにとって大きな追い風となるでしょう。 最後に FSD の欧州展開が進めば、日本での導入っていうのも現実味を帯びてくるかもしれません。 これまで FST はアメリカ中国と進んできました。もし欧州でも導入されれば他の国にも波及し、日本でも承認という流れには最終的にはなると思います。テスラはすでに日本でも一部の機能での FST、そしてオートパイロットを提供していますが、FST の正式導入となれば日本の自動運転市場にも大きな影響を与えることになります。では結局のところ FST は欧州で本当に承認されるのか そして日本での導入はありえるのか最後に今回のまとめをしていきたいと思います。 はい。では今日の内容では、テスラの FSD が欧州でまだ承認されていない理由、他社との違い、そして導入された場合の影響について解説をしてきました。テスラの FSD はすでにアメリカと中国で展開され、欧州でも規制のハードルをクリアすれば導入される可能性が高いと言えます。もし実現すれば、テスラの市場支配力はさらに強まり、ビジネスモデルも進化していくでしょう。 では、実際に欧州で f s t がいつ導入されるのか、これについてはまだ正確な時期はわかりません。しかし、中国での承認が進んだことを考えれば、欧州でも近い将来、同じように承認される可能性は十分にあると思います。そして、欧州で f s t が認可されれば、日本でも導入される日は近づくかもしれません。しかし、日本での導入なんですが、実は規制云々の前に、 データ量が圧倒的に足りないんです。FSD を実装させるにはデータが必要です。しかし日本では年間6000台程度しかまだ売れていません。中国の販売台数の1週間の販売数よりも少ないっていう現状なんです。この状況だと、たとえ規制の許可が降りたとしても実装するためのデータ量が 圧倒的に少ないということになります。なので日本で FSD を実装させるには、やはりテスラが日本で売れないとどうしようもないということにもなります。 ということで、まずはテスラが日本でもっと売れるようになる。そのためにも魅力ではありますが、僕もしっかりと情報発信をしていきたいと思います。はい。ということで、本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われた方は、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録をお願いします。では、今日も最後までご視聴していただき、ありがとうございました。 テスラのある生活を楽ししんでいきましょうはい、では今日は日曜日ですので、先週の日曜日に行ったアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は337.8ドルで、今週末が292.98ドルということで、正解は下がるとなっております。では、アンケートの結果を見ていきます。今回は451票いただいております。ありがとうございます。 結果としては、下がると答えられた方が一番多くて47、47%となっています。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、6名の方が正解となっております。そして、これに伴い連続正解ですが、AW139MK2 さんが2回目の4週連続正解となっております。おめでとうございます。AW139MK2 さんは、実は常にテスラ株が下がるという予想をされています。 これは決してアンチっていうわけではなく、自分の予想が当たるわけがない。だから逆張りで下がるっていう予想をされているんではないかなーって僕は勝手にね、思ってはいるんですけれども、その AW139MK2 さんが4週連続正解したということは、テスラは4週連続下落しているということになります。この状況をどう見るのか、テスラは下げるときは一気に下げます。まさに今がその時だと思います。 この状況をどう見るのか、ぜひ皆さんいろいろと考えてみてください。そしてぜひ今日もアンケートをしますので、アンケートのコメント欄で教えていただければと思います。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。